はい、本日は、2月28日にですね、東京新聞の一面にですね、コスモ女子夢乗せてっていうふうにバーンと、出ていた、株式会社カナッタの代表取締役でもあります、井口めぐみさんにお話を伺っていきたいと思います。井口さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。井口さんは、ジェンダー平等の実現に貢献することを理念に、ドロンジョプラスを発足されて、コスモ女子っていうのをこう女性チームでですね、人工衛星の打ち上げに挑戦していると聞いているんですけれども、はい。はい、まずはですね、井口さんがどのような夢やビジョンをお持ちですか？はい。今言っていただいた通り、私の会社の株式会社カナッタの理念でもあるんですけども、まあ、ジェンダー平等の実現に貢献するっていうのが私の夢とビジョンです。で、もともと私が会計士として働いていたこともあって、で、会計士もまあ8割9割が男性の業界で、で、その中でまあどうしても肉体労働というか、その体力勝負になってしまうので、女性の働きにくさっていうのを感じて、で、会計士辞めてから転職して、そこから起業したんですけども、まあ、どうせ起業するんだったら、自分が感じていたその女性の働きにくさっていうところを解決するような事業をやりたいっていうので、ジェンダー平等の実現っていうのを掲げて、今の会社を立ち上げました。はい、ありがとうございます。女性のね、働きにくさをね、感じてる方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思って、すごく今の時代に支持される職業でもあるのかなと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら、それを具現化するために、今井口さん自身がどんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？そうですね。そちらも株式会社カナッタの事業内容と関連してくるんですけども、私自身がそのジェンダー平等の実現に貢献するために、具体的な事業としては、まずドロンジョプラスっていうのを立ち上げました。で、ドロンジョプラスが、これも8割9割男性のドローン業界で活躍する女性のチームなんですけども、自分自身がその何をやろうかなって思った時に、やっぱり伸びている産業で、これから女性が活躍する余地があるところで、女性が活躍するフィールドを作りたいなって思った時に、5年前に会社立ち上げたんですけども、その時まだドローン業界がこれからどんどん伸びるぞっていう状況だったので、じゃあここで女性が活躍できるフィールドを作れば、女性の雇用創出とか、もっと活躍する手助けができるんじゃないかなって思って、まずドロンジョプラスを立ち上げました。で、今はドローンで独立して仕事されてる方も何人かいらっしゃるんですけども、そういう方々がもっともっと増えるっていうのが今の目標ですね。はい、なるほど。独立されている方もいらっしゃるんですか、ドローンジョプラスの中で。そうですね。ちょっとわずかというか、まだ2割程度なんですけども、ドローンの仕事だけで食べている方もいらっしゃって、ただ大半が普段は月曜から金曜は会社員として働きながら、それ以外の時間でドローンのお仕事を副業でされているっていう方が多くて、でもそれも普段の生活プラスアルファで収入があるっていうのは、すごくメリットなんじゃないかなって思うので、そういう方もどんどん増えたらいいなって思ってます。はい、ありがとうございます。なんかすごく副業としても、なんか一般のこう事務職とかそういうのと違って、また技術職だったりもするので、すごくなんか気分的にも変わりそうですよね、ドローンとかを使ったりとかして。そうですね。ドローンってやっぱり、見た目が難しそうなのか、ちょっと最初は敬遠される方がいるんですけど、要は空飛ぶカメラなので、結構やってみると楽しいってなったりとか、で、結構趣味の延長線上でそれを仕事にされるっていう方も結構多いので、で、そういう意味では楽しみながら、普段の仕事とは全く違う分野で働けるっていうので、皆さん気分転換になったりとか、あとは会社以外のコミュニティがあるっていうところですごく喜んでいただいてます。
会社以外のコミュニティがあるのってすごくいいですよね。そうですね、まあ、2、30代の方がメインなので、はい、まあ、そういう形で機能しているのと、あとは上は60代の方までいらっしゃるので、まあ、子育ても落ち着いて、はい、時間とかお金にも余裕が出てきたっていう方が、うん、新しい趣味として始めるっていう方も多くて、なんでそういう意味ではドローンを通じて幅広い年代が交流しているので、それも最初はそういう風になるっていうのはあまり予想してなかったんですけど、まあ、そういう風にコミュニティとして喜んでいただいているのもすごく嬉しいなって思ってます。はい、ありがとうございます。なんかね、幅広い年代がこう一つのこうドローンっていうのを通じてね、いろんなコミュニケーションが生まれていて、はい、すごいなんか楽しそうですよね。すごくドローンジョプラスの方、そうですね、すごく楽しんでますし、うん、そのコスモ女子っていうもう一つのコミュニティも今すごく盛り上がっていて、新聞にも載せていただいたんですけど、人工衛星の打ち上げ以外もいろんなプロジェクトを自主的にコスモ女子内で発足している状況で、今度バーチャル宇宙旅行っていう企画もやるんですけど、それも実は下は9歳から上は60代まで宇宙好きっていう共通点を持っていろんな方々が集まっていて、でコスモ女子に関しては特にコロナ禍で発足したのでずっとオンラインで集まってたんですけど、はい、まあ、先日初めてオフラインで集まった時に、なんか初めて会うとは思えないぐらい皆さんすごく仲が良くてでその時に取材も入ってたんですけど、記者の方も驚かれていたぐらいめちゃくちゃ仲いいですねっていう風に言っていただいて、はいはい、なんでそういう風に楽しみながら一緒に学んだりとか、それを仕事につなげていくっていうことが今できてます。素敵ですね。なんか楽しみながらね、仕事ができていくっていうのはすごく理想の形じゃないかなと私は思いますね。そうですね、はい、ね、ありがとうございます。そうしましたら、その目標や計画に対して現在どのような活動指針を持ってですね、どのような活動をされていらっしゃいますか？そうですね、具体的な活動としては、まずドローンジョプラスに関しては主に商業施設とか、あとは学校、小学校などでドローンの体験会を行っています。でその狙いとしては、やっぱりそのドローンってとっつきにくいイメージがまだあるので、ただこれから伸びていくものですし、実際やってみたらすごく楽しいので、まずはお子さんからドローンを楽しめるようなきっかけを作りたいっていうので、まあ、商業施設などでドローン体験会をずっとやってきて、体験していただいた方々の人数が延べ1万人を今超えているんですけども、それをずっとやってきたんですが、まあ、どうしてもコロナで、そういうイベントが自粛モードになってからは方向転換しまして、今もドローンショーとかでドローンをプログラミングして動かすっていうのも知られてきてると思うんですけども、そうやってこれからプログラミングでドローンが動く時代なので、これもお子様向けなんですが、ドローンを使ったプログラミングの講座っていうのをドローンジョプラスが先生になってやっていて、でそうやって教育っていう分野だとやっぱり女性が教えてくれるってなると子どもたちも安心したりだとか、先生方もすごく導入しやすいみたいなので、そういう女性らしさとか女性の強みを生かしたような活動に今専念しています。はい、ありがとうございます。なるほど。じゃあこれドローンショーのそのプログラミングも組めるようになっちゃったりするんですか？そうですね、どうしてもそのお子さん向けにもやってる初心者向けのプログラミングだとまだちょっとあそこまで高度なことはできないんですけど、はい、ただ今小学校でプログラミングが必修になっている中で、このコンピューター上でいろいろプログラミングの言語を扱って、まあ、何かコンピューター上で起こるっていうよりは、実際にドローンが自分がプログラミングした通りに動いた方が面白いんじゃないかなって思っていて、でそれをきっかけにもっと理系の分野にお子さんたちが興味を持ってくれたらいいなっていうのもあって、そういう活動をしているので、もしかしたら今教えている方々が将来的にドローンショーとかもやるかもしれないんですけど、はい、なんか最初が大事だなって思ってるので、うんうん、その
最初にプログラミング楽しいとか、うん、得意かもしれないっていう印象を持ってもらいたいなって思ってやってます。はい、ありがとうございます。なるほど、これでも本当すごい大事ですね。この初め、うん、自分がこうプログラミングしたもの通りにこう動いたらちょっと感動ですよね、はい、かなりね。そうですね、実際にあのお子さんがやってるのを見るとすごくこっちも楽しくなるんですけど、実際にそのドローンが前に動いただけでもやっぱりすごい喜びますし、そうですよね、でフリップしたりもするので、そういうなんかこうドローンがくるってくるって回転したりするんですけど、回転したりするんですけど、それもプログラミングでできるので、そういうなんか分かりやすい動作をするとやっぱりお子さんたち喜ぶので楽しいってなって今1年以上あの学んでる子もいるので、はい、こんなにもう長いんですね。1年前からじゃあこれ教育始められてたんですね。そうですね、そのドローンの教育に関しては、ね、はい、やってます。なるほど、はい、すごい、なんかすごいいい企画っていうのもなんか私が言うのも変なんですけど、すごい楽しそうだなっていうのがイメージがきましたね。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、そもそもですね、はい、井口さん自体がこの夢やビジョンを持ったきっかけは何だったのかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思ってます、はい、そこにどんな発見や出会いがあったのかっていうのを伺えたらと思ってます。はい、はい、きっかけは最初にもちょっとお話しさせていただいたんですけど、うん、私が新卒で会計士っていう仕事をやっていて、で、まあ、8割9割男性の中ですごい仕事は頑張りたかったんですけど、ただ、まあ、当時今と違って残業規制も全くなかったので、まあ、夜というか朝の3時とか4時まで働くっていうのが、まあ、結構当たり前の中で、まあ、20代のうちはできるけど30代40代の時にちょっと体力的に持たないなっていうのを思って、で、まあ、26の時に転職をしてファッション業界に移ったんですけど、そのファッション業界でジェンダーバランスが逆転して8割が女性っていう中で、すごく働きやすくはなったんですね。で、基本的に定時上がりで、あのワークライフバランスがすごくいい会社だったんですけど、ただその従業員の8割が女性なんですけど、役員陣は全員男性という中で、まあ、やっぱり女性がキャリアアップするにはあのすごくハードルが高いのかなっていうのを感じて、で実際私の会計士の同期も女性はほとんど辞めてしまったりしていたので、このままではその優秀な女性がどんどんあの仕事を辞めていっちゃうのですごくもったいないなっていうのと、その働きにくさっていうところで悩んでいる人が周りに多かったので、もともと経営学部だったのもあって起業っていうのも一応視野には入れていたの でどうせ起業するんだったらその自分自身が今感じている課題であるこのジェンダーギャップっていうところにあの貢献できるような、そこを小さく縮小に貢献できるような事業をやりたいって思って、まあ、女性の雇用創出とか社会進出に寄与できるような何かができないかなって思ってたんですけど、その時にちょうどその当時全然誰も知らなかったドローン業界っていうところで活躍している女性の方とお会いして、でその方にお会いした時に、あ、今は全然いないけど女性も活躍できるフィールドなんだなっていうのを思って、で最初はその方の力をお借りしながらドローンジョブプラスを立ち上げてきたっていうのがきっかけですね。そう、なんで発見としては、うん、まあ、当時は、まあ、ドローン自体があのラジコン世代のおじさま方が参入していたっていうのもあって、本当に男性ばっかりで、ラジコンとかヘリコプターを使ってたそういう機械系がすごい好きな方だけが、うん、あの活躍しているような業界だったんですけど、ただそのドローン業界でまだ2年ぐらいかなの女性がすごく活躍しているのを見て、まあ、これはチャンスなんじゃないかなっていうのを発見して、で、まあ、その方とも話してどんどん女性が増えていったらいいですよねっていうのでドローンジョプラスが発足したっていう形です。なるほど、じゃあそのドローンを使ってお仕事をされてる方との出会いがすごく大きかったんですかね、やっぱり。
そうですね、私も当時は、ちょうど多分2015年かな、私が起業する前の年なんですけど、はい、首相官邸にドローンが落ちた事件があって、であの時に結構みんな怖い怖い言って、で私もたまたま永田町にいたんで、はい、テロなんじゃないかとかいろいろ噂があったんですけど、そのイメージだったのでドローンは、はい、なんで怖いし絶対女性なんか扱えないしって思ってたのが、うん、その、まあ、既に活躍されてる女性との出会いがきっかけで、まあ、女性でもできるんだっていうのを私も初めて知ったので、で実際に自分もやってみて、スマホ1台でも操作できますし、まあ、プロポっていう操作機を使っても、まあ、ゲーム感覚でできるものなので、これは全然その男女差関係なく、むしろ女性の感性とかも活かせる業界なんじゃないかなって思って、まあ、それはすごく発見でした。おお、なんか女性の感性を活かせるって思った観点ってどのあたりだったんですか？そうですね、映像の制作とかも特にそうなんですけど、やっぱりそのヘリとかラジコンを使ってた男性ばかりだったので、うん、そのまあ、男女でそこら辺のなんだろう感性も多少違うなって思ったのと、あとはそのハードルを下げるっていう意味ではすごく女性が活躍できるんじゃないかなって思って、特に今やってるお子様向けの教育とかもそうなんですけど、女性がやってるってなるとやっぱりそのお子さんも安心してちょっとやってみたいってなったりだとか、その多分普段接するのが女性の方が多いからか、やっぱりお子さんたちも女性が教えてくれるってなると結構喜んで、はい、遊び始めるので、まあ、そういう意味で、まあ、感性とはちょっと違うかもしれないですけど、女性の強みを生かせる分野なんじゃないかなって思いました。はい、ありがとうございます。そうですね、女性が教えるっていう風になると子どもはやっぱ男性からね教えてもらうのとちょっとなんか違いますよね。そうですね、全然違うみたいです。うん、その辺はとっても活かせるんじゃないかなって私もなんか感じましたね。はい、はい、そうしましたら、その発見や出会いの背景には、井口さん自身には何があったのかっていうのは何か思い当たることってありますか？そうですね、うん、まあ、自分の経験からやっぱり女性がどうやったらもっと活躍できるのかっていうのはずっと考えていたので、うん、はい、まあ、そのよう考えていた時に出会えたっていうのがすごく大きなきっかけだったなって思っていて、はい、なんで私もそうなんですけど、そのやっぱり会計士になるのにすごく努力をしたんですね。学生生活もほとんど勉強していて、私は幸い在学中に受かったんですけど、でも、まあ、就職浪人とかして試験に備えるっていう方も多い中 で最初は 2,3 割いた女性がどんどん減っていったっていうのがすごく自分としても悔しいなって思って、その男性と対等に働きたいとか、まあ、稼ぎたいって思って努力してきた女性が働きにくいっていう理由でどんどん辞めていってしまうのがすごくもったいないなって思ったので、結構その思いが企業につながったなって思ってます。なるほど、はい、そうですね、いや、なんかいっぱい頑張ってもこう収入にそのまま結びつかないっていう状況ですもんね。本当はそうですね、稼ぎたい、なんていうんです、稼げるかもしれないけれども、やっぱりこう働きづらいとか、うん、そういうところがネックになって、どうしてもその女性の良さを生かしていけないっていうところに、うん、なんかこうぶち当たったのかなと思いまして。そうですね、うん、それを全部こう反転できるようなものに、ね、なってるような気がしますね。ありがとうございます、うん、そうですね、どうしてもその、まあ、当時、今はもしかしたらちょっと風潮も変わってるかもしれないんですけど、当時は本当にめちゃくちゃ残業して稼ぐっていう時代だったので、そうなるとやっぱり若い時は普通にできても、子供ができたりとか、そういうライフステージの変化によってやっぱり女性だけがどんどんその仕事ができなくなってしまっているような状況だったので、そこを変えたいなっていうのがあって、で、まあ、社会を
とかその文化を変えるのはちょっと時間がかかるけども、女性自身の考え方とか働き方を変えるっていうアプローチはすぐできるなって思ったので、なんで、まあ、仮に仕事辞めてしまっていたとしても、もう一度復帰するようなきっかけが作れたりとか、まあ、普段会社以外でも何かスキルアップできるようなきっかけが作れたりとか、まあ、そういうことはやりたいなって思っていたので、なんで当時会社員で働いた時の自分の思いが今のあの事業内容につながってるなって思ってます。本当にそうですね。なんか素敵だなと思いました。なんか女性がね、本当にもっと楽しく生き生きとね働ける職場なんだなと思って、はい、なんかどんどん広がっていったらいいなと思いました。最後にですね、はい、井口さんからこれ動画見ている方にメッセージがありましたらよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。動画を見ていらっしゃる皆さん、これから何かしらチャレンジされたい方とかなのかなって思うの で、私自身も会社員としてずっと頑張ってきたところから、起業ってどうやってやるんだろうって全くわからないところからあのチャレンジをしてきまして、で実際今はジェンダー平等とかその女性の活躍っていうのがあのすごく支持されるようなムードになってきたんですけど、まあ、正直5年前とか6年前は全くそんなことはなくって、まあ、SDGs っていう言葉もジェンダー平等っていう言葉も誰も知らない中で結構反対されながらやってきたんですが、まあ、やっと、まあ、言い方あれですけど世間が追いついてきたなっていう状況で、自分の活動があの理解してもらえるようになったっていうのが最近すごく嬉しいんですけども、やっぱりその、まあ、反対されてもあまり理解されなくても本当に自分が信念を持って継続してきたのが本当に良かったなって思うので、この動画を見ていらっしゃる方々も何か実現されたいことがあるのであれば、あの一生懸命継続したらいつか実を結ぶと思うので、私はあの一人では頑張れなかったと思うんですけど、あのいい仲間を見つけたことがすごく自分にとって財産だなって思っているので、まあ、仲間を見つけて一緒に頑張って目標達成していただけたらなって思います。はい、今日はなんかすごくいいお話を伺った気がしますね。私めちゃめちゃなんか心に染みました。ありがとうございます、はい、どうも、本日は、貴重なお話をたくさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はこれで終了になります。ありがとうございました。ありがとうございました。